じゃあ出てくると爪で。あれ爪で穴開けたじゃん。ここにジュイとしてね。酒井さんもちょっとかわいそうなんじゃね。みんな、まあ、ヘマスチューな。昨日、まあ、がっちりあのあれだって班長に怒られたとかで、あの、さあの、なんだっけ、工場長か、事業所長に怒られてたね、久保田さんに。それで国旗見たってことは見てる、みんな見てるってことじゃん。それで帰りにまたね、あの仕事中はタバコを吸わないよって言われてる。危ないよ、何この車、何この車、危ない、何これ今おかしいね。50回入るって言ったよ。